はい、どうもゆりです。今回も終わりの鐘が鳴る前に続きからプレイしていきたいと思います。ということで、前回あれですよね、元カノらしきね、夢の方で方が出てきたんですけども、さあ、続きから見ていきます。よいしょ。はい、ですね、夢の内容、ただ夢の内容だけは気になって、結局午前中の授業は集中できなかった。こいつはいつも慌てている気がするな。気づくと後ろには勇気も立っている。長谷部くん、珍しいね、勇気まで。二人セットで俺の席まで来るのは珍しい。長谷部、助けてくれ。落ち着け。何があった？ゆかが何を言っているのかわからないんだ。何を言ってるか。ゆきのも私との付き合いが長くなってきたのだから、そろそろ理解してほしいのだけど。はい、何言ったんですかね。この二人がこういう会話をしているのも、珍しいことだ。いつも穏やかな話を、菅野が主体で話している気がするのだが、はい。何の話だ？全く内容が見えてこないんだけど。長谷部くんはアニメとか見る？アニメ？はい。少しは。57ってアニメ知ってる？ 57？ なんだろう、数字？57、86とかじゃないのかな。57ってなんだろう。はい、何か少し変えてると思うんですけど、実際にね、あるものを。いや、数字のアニメといったら86なんですけどね。これは何でしょう。57、聞いたことあるけど見てはいないよ。原作は日高に借りて少し読んだけど、完全にそらロボットアニメですね。はい、確かに深夜にやっているロボットアニメで、いや、ロボットアニメと言われれば、ロボットアニメですよね。人工知能で動く、機械兵器と人類が戦う話だった気がする。そうですね、完全に。はい。いや、すごいな、86出てくるの、これ。人類側が人種差、完全にそうだ、人種差別や、文化で国同士の利権などが絡んでいて、とても文学的だと原作が話題になったのは覚えている。ぜひ見るべきよ。人生の7割損しているわ。いや、ちょっとびっくりですね。まさか86出てくるとは思わなかったんですけど。はい、ぜひ見るべきよと。そんなに？まずは制作が B2 スタジオで、監督が石田敏行。キャラで、創作感が川辺岩鉄のゴールデンコンビ。極めつけの音楽が、かの有名な沢山達之。これちょっとやっぱり、はい、少し変えてますね、実際に。いる方の、名前も。めちゃくちゃ好きですね、ゆうきさん。すごい熱量だ。最近話すようになって分かったのは、ゆうきが、アニメの話になると別人になってしまうということだ。はい。聞いていて楽しいのだが、会社名、団体名、人名が全く分からない。菅野も同じなの、同じなのか、同意を求めてくる。一つも分からないんだけど。俺もだ。長谷部くんは密林プライムに入っている？密林プライム、アマゾンプライムですかね、これは。動画配信サイトなら、メットフリックス、はい、には入ってるけど、入っているのか？はい、入っているわ。ぜひとも全話視聴するべきよ。いや、すごいな、一度見てみるよ。ありがとう。3話までは辛いかもしれないけど、その後がすごいから、2クール全部見てね。ちょっと待って、めちゃくちゃ詳しく出てくるんだけどさ。2クール、はい、ありますね。2クールあるのか。あと、ゆきの。はい。ゆきのはブルーレイが出たら、私の家で鑑賞会よ。土日で一気に見ようね。鑑賞会、はい、土日。菅野が軟禁宣告されている。よかった、動画配信サイトに契約しておいて。私も長谷部と一緒に見るよ。それなら今すぐ見れるし。菅野の謎の提案に驚いていると、下手くそなアイコンタクトをこちらに向けてくるのだけは分かった。長谷部が見て後で内容を教えてくれたらいいから。おい、俺は見るのが確定しているじゃないか。菅野の言葉になぜかゆきは考え込んでいる。ゆか、いいわよ。はい、いち早く見たいのも納得できるわ。私も動画配信サイトは契約していないし、わざわざ契約するよりも長谷部くんに見せてもらった方が早いしね。
なんか変な方向で納得してしまったが、俺の医者はどこにも、介在していないのだけれど。よし、頼んだぞ、長谷部。はい、ちょっと待て。で、二人はいつ見るの？結城は笑顔を向けてくれているが、プレッシャーが半端ない。新卒で就職希望の企業で、圧迫面接を受けている大学生みたいな気分だ。受けたことないけど。それは今週の3連休あるから、そこで。はい、3連休で。おいおい、それは俺が3連休で見るということと同意なんだが、分かっているのか。うん、頼むよ、ゆかはこうなると逃げられないんだよ。うん、お、選択肢ですね。ちょっと待って、俺は無理だぞ。分かったよ。はい、まあまあまあ分かったようにしましょうか、ここは。はい、三連休は特に用事がなかったしな。うん、確かに26話だから1日4時間も見ればクリアできると思うわ。話数まで書いてる。はい、マジか。でも雪乃は一人で長谷部くんの家に行くの？今頃気づいたって反応する。こいつの思いつきで行動する癖を直さないといつか破滅するんじゃないか。私も行きたいけど、三連休は家族の用事があるのよ。ユキノ、長谷部くんの家に一人で行くことになるけど大丈夫？はい。俺に目で SOS を呼びかけてくる。修学旅行の打ち合わせをもともとする予定だったんだよ。平日は文化祭の用意に、俺も合唱部の手伝いがあって間がないから、土日とか使ってやることにしたんだよ。はい。カフェとか毎週行っていたら破産しちゃうだろう。へえ、そうなんだ。そうなんだよ。修学旅行の計画を早く出さないとまずいからさ。これとっさに思いつきで言いましたね。天才的に嘘つくの下手だな。まあいいわ。でも57はちゃんと見なさいよ。長谷部くんだけに見せて後で感想を言おうとかしたら許さないよ。はい。はい、わかりました。さすがに見抜いていたな。結城もカンナのこういう性格を理解しているから納得したし、事前に一人で行くことも言ってくれたのだろう。じゃあまた行く時間連絡するよ。はい、肩を落としたカンナを引っ張るようにして連れて行き、結城は俺の席を後にする。相変わらず騒がしいやつだな。はい。その後も休み時間のたびに結城には釘を刺される菅野がいた。生徒会活動の時間に逃げてきた姿を見たら、少し哀れにもなったが自業自得だと思い直した。結局生徒会で豊崎さんとの距離は相変わらずで、彼女が作業を自分一人でやってしまおうとするのを、こそこそ手伝うことしかできなかった。生徒会の打ち合わせが終わると少し日が傾いていた。夕暮れの駅前は帰宅の会社員や学生が家路についていた。おい、そこの学生。お、沢城先生ですね。はい、てか沢城先生じゃないですか。失礼な反応だな。わあ、僕の尊敬する超絶美人な沢城先生じゃないですか。くらいはないのか。わあ、僕の大好きな、超絶美人な沢城先生じゃないですか。おい長谷部。はい。お前の恋愛対象が8歳以下と80歳以上で、どちらの噂流してほしい？どちらも違いますし、なんでそんなことをされないといけないんですか？え？長谷部が私を傷つけたからだけど、何か問題でもあるのか？理不尽すぎる。タバコ片手にカッコつけながら、私の言っていることに間違いなんてないだろうって、目で見られても、言っていることは、独裁者並みに非道だと思う。豊崎とはうまくやってけそうか？難儀してそうだな。はい、急に話題を切り替えられて表情を、装うこともできなかった。先生もかなり一方的ですよね。長谷部は豊崎水産って店を知っているか？豊崎水産、
地元では有名な牡蠣のお店ですよね。夜は居酒屋なので入ったことはないですけど、豊崎水産といえば観光ガイドには必ず掲載される有名店で、商店街にある小さい店だが年中牡蠣が食べられていて、地酒や特産物も味わえることで地元民だけは他県から来る観光客も多い。まあ、私も実際にそう、まあ、この場所ではないと思うんですけど、商店街では、ね、なかったので牡蠣はね食べましたね。豊崎はそこの一人娘なんだ。はい、あ、一人娘。なるほど、どこかで聞いたことがある名前だと思っていたし、商店街での遭遇率が高いわけだ。それが俺への態度と関連あるとは思いませんけど、まあ聞け。豊崎はそこを将来的に継ぐことを期待されながら育ったんだ。しかし彼女は中学で音楽に出会ってしまった。後取り問題のテンプレートみたいな展開っすね。あいつは親に25歳までに成功しなければ家を継ぐと約束しているみたいでね。はい、それなら生徒会なんて入っている場合じゃないって言いたいんだろ。それはそうだ。音楽のジャンルや具体的な話は知らないが、生半可な道ではないはずだ。俺が今もピアノをしていたなら生徒会になんか入っている暇だのない。豊崎は音大志望でね、それで内申点も必要ってことでやっているわけさ。親父さんの意向で勉学もおろそかにできないらしく、いつも学年上位に入るくらい勉強しているよ。すごい努力家じゃないか。はい、ちょっと生意気で人生舐めてる後輩かと思っていた。だからこそ伴奏の話も完璧にやろうと思いすぎている気概があるんだ。なるほど。で、ちょっと待ってください。俺が嫌われている理由は何もないじゃないですか。ああ、この話とは関係ない。はい。ぐわーっと。何だったんだ。すごく真剣に聞き入ってしまったではないか。少し豊崎を応援したくなったくらいだ。少し豊崎を応援したくなっただろ。はい。エスパーか、この人は。お前が毛嫌いされているのは心当たりがあるんだろうが、それ以外にもある。何でしょうか。それは何ですか。教えんの回答。うるさいやつだな、はい、それは豊崎と行動を共にしていればおのずとわかるよ。はい。なんか今のは自分の口から説明してはいけないニュアンスを受け取った。沢城先生は意外と後悔するポイントがしっかりしている人だからな。わかりました。それがわからなかったら単純に生理的に嫌われているということで自分を納得させます。頼んだぞ。はい。また何やら余計なことを頼まれてしまった気がする。こういう時はいい予感がしない。俺は沢城先生と別れるとまっすぐ家に帰る。いやー、何なんでしょうか。実質でいろいろと考えてしまう。豊崎さんの抱えるものは、他人が想像するより重いものだろう。成功するかもわからない世界でタイムリミットと条件付き。神野さんですね。はい、お疲れと。お休み。寝るな。どうした？日曜は昼一からお邪魔して大丈夫か？OK。分かった。家の場所がわからない。駅まで迎えに行くよ。はい。13時に駅前でどうだ？いいね。長谷部の家って4人家族だよな。それがどうした？いや、どんな感じなのかなって思って。変な両親とうるさい妹だよ。恥ずかしいかもしれない。大丈夫だよ。うちも変わんないと思う。菅野のところは？母親と二人暮らしだよ。母親一人で育てているということだろうか。聞いてみるか。聞かないでおこうか。いや、なんだろう、この選択肢。ちょっと聞いてみますね。はい、気になりますんで。
ここは勇気を出して聞いてみるか。二人ということは、父親は？うん。あ、すまん、あまり話したくないんだ。しまったな、デリカシーがなさすぎたか。ごめんな。はい、俺こそごめん。家族の多い長谷部の家に行くのは楽しみだぞ。うん。楽しみにしている、くれているのは嬉しい。ちょっと楽しみになってきた。楽しそうだな。はい。あ、もっと来ましたね。本来の目的を見失うんじゃないぞ。わかっているよ。相変わらずデリカシーがないやつなんだよな。携帯見てニヤニヤして気持ちが悪いぞ。ニヤニヤなどしていない。多分観音とのやりとりは楽しいんだろうな。うん。こうやって気軽に話せる女子は、戸松と平野以外にいなかったから、新鮮なのだろう。二人はやたら俺をいじってるくるが、観音は二人と少し違う。うん。どこがと言われるとはわからないな。まあ今はとりあえず明後日について考えるか。はい。さあ、10月7日。失礼します。まだ豊崎さんは来ていないのか。お疲れ様です。はい。いたの？背後に豊崎さんが立っていた。驚きすぎじゃないですか。うん。いやいや、気配感じなかったよ。忍びのものかと思ったよ。ん？冗談が通じなかったようだ。不審者じゃなくて頭がおかしい人だと思われている表情になった。長谷部先輩って話すたびに印象が変わるっすよね。はい、そうかな。イケメンになっていってる。ドン引きされている。こういう冗談は今の豊崎さんに NG だった。ごめん、冗談だから。長谷部先輩はそういうこと言うから変な印象周囲に持たれるんじゃないですか。はい、確かに。正論が痛い。まあ噂は噂ですけど、菅野先輩を傷つけたことについては私も見ていたんだ。はい、ああ、そういやそうだったな。あの時俺がしたことは卑怯なことだと責められてもおかしくない。うん。結局俺は菅野の思いを大事にすると言って戸松や日高も傷つけて、自己満足したかっただけなのは事実だ。先輩、どうしたんですか？いや、何も釈明できることがなくてね。はい。うん。どうしたんだ？意外っすね。もっと惨めに言い訳するのかと思ってました。惨めにって俺はどんな印象を持たれているんだよ。事実なんだから仕方ないだろう。うん。そうっすね。菅野先輩は許したかもしれませんが、八方美人でいろいろな人を傷つけた事実は変わらないっすからね。はい。厳しいことを言いながら笑顔になるのを見てちょっとほっとした自分がいた。どうしたんですか？いや、豊崎さんが笑っているのは初めて見るから。なんすか、恋に落ちちゃったパターンすか？くどいているんすか？これ、はい、イロハスの全く一緒ですね、これ、このセリフ。はい、そんなわけあるか。そう、俺がいるのね、意識イロハ、そう、イロハスの完全にしてセリフですね、これ。いや、あれだ、いつも生理的に無理って顔しているからさ。いや、それはあながち間違いじゃないっす。うん。間違いじゃないんかい。声に出してしまったじゃないか。ショックだ、分かっていたとはいえ、直接目を向かって言われるとショックだ。今年で一番かもしれない。死神とか自分で名乗っているやつからの、宣言に匹敵するかもしれない。時々長谷部先輩の視線ってゲビていて、犯罪者を彷彿とさせて身の危険を感じるんすよね。マジか。いや、俺みたいな成人の見本みたいなのを捕まえて。成人？長谷部先輩はどこかの宇宙から来たんすか？おいおい、そんな光の戦士暗殺計画というタイトルでヒーローを貼り付けにしたみたいなかっこいい感じには見えないだろう。貼り付け？ちょっとこの感じだとあれですよね。あんまりあの言葉には したくないんですけども、いやでもヒーローを、そう、貼り付けにし
そう、貼り付けにしてかっこいい感じに見、いやちょっとね、私にはあんまりそうかっこいいのかな、うん、ちょっとよく、そのかっこよさっていうのは私にはちょっとよくわからないですけども、はい、どういうことなんだろう。そうっすね、いいところで四畳一間のアパートに住んでいて、タバコにウイルス仕込むせこい感じが限界っすね。はい、いやいや、そこは6兄弟と戦った極悪宇宙人なのに味方の死を悼むこともできる感じでお願いしたい、はい、先輩詳しいっすね。うん、任せろ珍しく息ぴったりの掛け合いができた気がする。この手の話は戸松や日高にすると強人扱いされるからな。そんなことより練習しないっすか。うん、おっと、ついつい光の戦士の歴代宇宙人トークに盛り上がっちまったぜ。そのままのテンションで練習を始めることにした。はい、1時間後、そろそろ休憩にしないか。まだまだ大丈夫です。うん、繰り返し繰り返し引いて体に染み込ませようとしているのがわかる。今まで感情任せで弾いていたものを、正確に丁寧に弾くように促しただけなのだが、慣れていないせいか思うように指が動いていない感じがした。うん、なんでそんな無理するんだ。時間がないわけじゃないし、今の段階でも文化祭で弾く分には問題ないと思うけど。いえ、まだ完璧じゃ。はい、完璧か。完璧を求める姿は他人ごとに感じられなかった。まるで誰かを彷彿とさせるような懐かしさを感じた。うん、豊崎さんはなんでそこまで完璧でいようとするの。長谷部先輩って聞いた話じゃ有名なピアニストだったって。まあ、有名かは知らないけど大きめなコンクールとかには出ていたよ。それでもわかんないっすか。わからないことはないよ。でも豊崎さんと俺とでは目的も違う。ましてこれは文化祭の演目に過ぎない。うん、なんすよ。ん？嫌なんすよ、文化祭だとか言い訳にしてできることをやらないのは。はい、驚いてしまった。俺がよく知っている人に不器用なところも、盲目的なところもまっすぐなところもよく、とてもよく似ている。いやー、これ元カノかな、俺がよく知っている人だから。ただ一つだけ違うところがある。なんか嬉しそうっすね。いや、なんでもないよ。罵倒されて喜ぶ変態なのかと思ってしまったっすよごめん、それはない。ただよく知っている人と、同じことを言っていたからね。よく知っている人っすか。はい、ただ豊崎さんと違ってそいつは何もかも一生懸命だったけど楽しんでいたよ。楽しんでいた。そうだね、ぶっ倒れるまで練習して全力投球だったけど、誰よりもピアノを楽しんでいた。ピアニストだったんすか。はい、俺と同じ教室に通っていたんだ。そいつ曰く全力で楽しんでやるからこそ、最高の音楽になるだそうだ。うん、よくわからないっすね。うん、そうだな、俺も初めは全然わからなかったし、割と頭おかしいやつだと思っていた。楽しめるのは余裕がある人ってことっすよね。いや、全然余裕なんてみじんもないのに、笑って弾くんだよ。さっき先輩は初めは分からなかったって言ってましたけど。あ、今はよく分かるよ。苦しい旋律は、聞く側にとってもそう聞こえてしまうんだよ。豊崎さんも音楽をやりだしたのは楽しいとか嬉しいとかそういう気持ちがあったからじゃないか。そうっすね。でもそういうことばかり言っていられない環境なんすよ。はい、厳しいことを言うとそれこそ言い訳なんじゃないか。どういうことっすか。楽しんでやることを諦めてしまって形だけ綺麗にして進むことにとらわれているんじゃないか。それはそうかもしれないっすけど、現実はそんなに甘くない。それは先輩も知っていることじゃないんですか。うん、まあ確かに。でも豊崎さんが目指している音楽が、形だけのものでいいのであれば止めないよ。でも最初に弾いてくれた感じは、聞く人に喜んでもらいたいって思って弾いている気がしたんだ。うん、
偉そうなこと言ってるけど、全て自分にブーメランのように返ってくる。ピアノの世界から逃げ出した人間が自分のことを棚に上げて偉そうに後輩に説教している。豊崎さん、さすがっすね。なんで沢城先生が先輩に教えてもらうように言ったか理解できたっす。はい、なんとなく自分がどうするべきか分かりました。おお、これで少しは肩の力抜いて。それはやめないっす。え？でも楽しんではやりたいっす。先輩は協力してくれるんすよね。それって全力投球で楽しんで練習して完璧にしていくってことか。しまった、ハードルを上げてしまった。はいはい。でも今日はもう帰るっす。うん、お、そうか。はい、それでは。はい。え、急いで豊崎さんは片付けていく。片付けは俺がやっておくよ。あ、そうっすか、ありがとうございます。手が止まると、カバンを勢いよく持って資料室を飛び出そうとする。しかし一旦彼女は足を止める。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。はい、あ、もう出て行ってしまったか。返事をする間もない。しかしピアノの話で変なことを思い出してしまったな。結局彼女に言っていることは自分にも置き換えられる。うん、諦めて逃げているのは俺も同じだと思った。いや、多分ね、元カノのことですよね。それから俺も特に学校ですることもないので帰宅することにした。うん、それにしても豊崎さんの努力は隣で見ていてもわかる。コンクールとか自分のキャリア関係なく、あそこまで頑張れるのは俺も少しは見習わないといけないのかもな。10月になるとさすがに涼しいせいか、帰り道も過ごしやすい。先月までは、室内の冷房の効いた世界でのみ活動しやすかったが、今は外のが過ごしやすいと思える。うん、お、駅前ですね、また。駅前まで来てしまったが、コンビニで何か買って帰るかな。おい、良平。お、あ、伊佐野さんですね。はい、呼ばれて振り返ると、銀髪の美しいという形容詞が似合う女の子がいた。かなり久しぶりです、伊佐野さん。先月から人探しで、青穂に来ている観光客らしいが、それにしてももう1ヶ月も滞在している。仕事とかどうしているんだろう。疲れて帰るサラリーマンのようにダラダラ歩いてどうしたのじゃ。はい、まあ疲れているのは確かですけど、歩き方はいつも通りですよ。彼女の格好はどうしても違和感がある。いや、そうですよね。まずこの外見で成人しているというところ。銀髪に変な服だから、どこから見てもコスプレだと思ってしまう。伊佐野さんの髪って染めているんですか。ああ、以前は黒髪だったのだがな、時代の流れというやつじゃ。はい、よくわからないけど、ウィッグとかではないみたいだ。服も自前ですか。そうじゃ、と言いたいところだが、これは知人にもらったものじゃ。うん、知人。なるほど、レイヤー仲間で衣装を作り合ってるんですね。お主はいつまでわしをレイヤーとして扱う気じゃ。はい、今年の冬はイベント出られるんですか。そうじゃの、今年は推しカプの方もたくさん出るしなって何を言わせるんじゃ。はい、レイヤーではないが薄い本とか買っちゃう人だったか。うん、コスプレイヤーをレイヤーとか言った時点で予感はしていたけど、でもそんなキテレツな格好だと目立ちませんか。キテレツとは、お主も古風な表現を使うの。しかし目立つか。これでも今風にアレンジしたのだが。はい、アレンジ。今風とは、どこか感性がずれているんだよな。ただでさえかな。はい、見た目は銀髪美少女なんですから。ほう、お主はわしが美少女だと言ってくれるのか。まあ客観的に見れば美少女じゃないですか。うんうん、お主は見る目があるの。
中身の残念感がひどすぎて、パッケージ詐欺ってこういうことなんだなと思いました。最近はスクショとかあるので購入前に確認できるんですけど、ないのはやっぱり騙されますしね。すごくひどいことを言われている気もするが、そもそもお主はさっきから何の話をしているんだ？大事なことですよ。タイトルとジャケットに合わない、淡白な中身や女優のビジュアル、辛くなる。お主も男ということじゃな。しかし中身が残念というのは聞き捨てならぬな。残念でしょう。そう、このロリッコは別の属性も持っている。普通にしていればキャラ付けの強い口調以外は割と常識人なのだが、そのキャリーバッグ、なんでいつも持っているんですか？確かにこれですよね、キャリーバッグ、これはわざと重くしてあってだな。これで体を酷使しながら歩いたり、無意味に重たい荷物を持たされていると中世の奴隷や荷物持ちの気分を味わえるからじゃ。はい、いや、何言えてるの。いつも通りの変態っぷりだ。安心しました。何がじゃ？このド M っぷりが出ると普通に面白ネタキャラになる。ところで良平よ。はい。その姿を見るにお主は高校生なんじゃよな。あはあ、高校2年生ですけど。恋人の一人くらいいないのか？どうしてですか？一人寂しく家に帰っているから。お主くらいの男女は下校を一緒にしてちちくり合うものじゃろ。なんか表現が古臭いけど言いたいことはわかる。これは何ですか？一人身男子高校生には人権がないから死ねってことですか？なんでそうなるのじゃ。お主は見た目は悪くないのだから、彼女でもいるのかなと思ってな。はい、やっと俺の価値に気づいてくれる人が現れたか。伊佐野さん、もしかして。まあわしの好みにはかすってもおらんけどな。ああ、そういう展開かよ。俺も見た目がどう考えても逮捕案件の相手とはちょっと、ご近所の目もありますので。お主はその性格をまずどうにかした方が良いと思うけどな。ド M の変態コスプレイヤーに言われても説得力がない。しかしその様子だと彼女いない歴イコール年齢という残念な童貞なのじゃろ。はい、こいつ殴りて。しかしここは大人対応するべきだ。そんなことないですよ。ほうほう、お主にも昔は愛し合った人がおったということか。まあ愛し合うなんて言葉を持ち出される、急に照れくさくなる。学生の恋愛に愛し合うという表現はなかなか使わないものだ。ただお主のことだからきっと相手も幸せだったんだろうな。え？お主はおせっかいなところもあるからな。そういうところで自分のことよりも相手を優先させて考えていたんだろう。俺はそんなことないですよ。でも、過去を引きずって前に進めないでいるんじゃないのか？まあ外れてはないです。いや、知ってますね。まあ別れた思い人のことじゃから話しにくいこともあるじゃろう。お主にはわしも助けられた縁があるからな。何か力になってやれることがあったらいつでも相談するんじゃぞ。はい。めちゃくちゃなんか。そうですね、伊佐野さんなぜかいろいろ見透かされしているような話し方をする。しかしこの人に話しても何も解決しないことも、気休めにしかならないことも知っていたので何も話す気にならなかった、そのまま俺は伊佐野さんがヒーヒー言いながらキャリーケースを引いていく姿を見送って、コンビニに寄って飲み物を買って帰った、帰るとなぜかいろいろ考えてしまってベッドで横になってから意識が遠くなっていくのが分かった。はい、部屋の静寂が遠くなり眠りに、いざなわれる、はい、お、これあれですね、また夢来ましたかね。あ、そうだ、またこの夢だ。懐かしいような全く知らない風景のような不思議な感覚だった。遠くから声がするのは聞こえる。ただ胸が苦しい。忘れないで。
はい。誰かに手を握られてぬくもりを感じる。声が鮮明になってくる。助けて。うん。死にたくないよ。いやーこれ、いやどういう状況なの。まあ元カノなのは間違いないですね、今の感じで。はい。あれから家に帰ってすぐ寝てしまったらしい。うん、過去の記憶を思い出したような、感覚になる。いきなり起きて汗びっしょりじゃないか。嫌な夢を見ただけだよ。嫌な夢？そうだよ、昔の夢だと思う。あまり覚えてないけれど。そうか、私はてっきり後輩に偉そうなことを言って恥ずかしくなったのかと思ったよ。あそこのところにもいたんだ元、グアと。そういえばこいつはどこでも見ているんだったな。豊崎さんに言ったことを思い出して、恥ずかしって死にそうになる。恥ずかしくてかなこれ。はい。やはり聞いて。俺が言葉を言い切る前に元はうなずいて肯定する。自分のことを棚に上げまくって後輩を説教していたな。お前にだけは聞かれたくなかった。性格無比な演奏スタイルだった君がまさかね。昔の君の言葉を知ったら彼女は特大のブーメランを自分に突き刺してないこの人って思うに違いないよ。楽しむことより楽譜通りに正確に弾く方が正しいって君の持論じゃなかったっけ。はい。お前それをどこで。この隠れマントの持ち主に隠し事は無理なんだった。どこかのインタビュー記事で答えた気がするし。全力で楽しんでやるからこそ最高の音楽になるだっけ。何でも知ってますね。はい。死にたい。いいじゃないか、その言葉は君にとって印象深い言葉なんだろう。まあ確かに。しかしまあ君がそれを言えるということは君は楽しんでピアノを弾くことを肯定しているんだろう。そりゃな、昔は彼女みたいに完璧に正確に弾くことを追求していて感情なんて入れる隙間もなかったし。はい。またピアノを弾かないのか。家で弾いているのは知っているだろう。そういうことじゃないよ。うん。こいつが言いたいのは誰かの前でということがつくことだ。というのがつくことですね。しかし俺はそれの答えを持ち合わせていない。リビングに降りるよ。そうか。うん。そう、俺は逃げるようにして部屋を出る。まさかこの死神にまで、この質問をされることになるとは。君はいつになったら、誰かのためにピアノを弾くんだ。うん、そう言われている気がした。10月、8日ですね。昼から来客あるので掃除していて重要なことに気づいた。今ちょっとね一瞬で消えちゃったんですけど、さっきの絵完全にあれですね、86のはいはい、カットというかちょっと入ってましたね。うん。今日アニメをカンノと見るというミッションがあった。あ、そうでしたね。動画、あ、だからか、今のカット。そういうことですね。動画配信をテレビで見られるのがリビングしかない。今日は家族全員外出予定だが、明日もかかるとなると家族の介入は必至だろう。うん。はい。母さん、ちょっと今日と明日リビングで友達とアニメを見たいのだけど、結構な時間がいると思う。前に友達が来るって言っていたやつね。問題ないけど、そんなに長いの？はい。全部で12時間くらいあるから結構な時間になると思う。そう。私は今日、昼間はいないし、明日も2階の片付けをしようと思っていたから大丈夫よ。はい。父さんは祝日でも仕事という、ワーカホリックもあり出張でないし、真帆も今日と明日は部活のはずだ。うん、ありがとう。それなら今日と明日は夕飯食べていってもらいなさい。
や、菅野も家に夕飯があると思うし。菅野さん？ああそういえば言ってなかったっけ。女の子が来るのは戸松もあるのであまり意識していなかった。噂の菅野さんが家に来るの？いや、これちょっとまた面倒くさいことになりそうですね。魔法もいたのか。ふっふっふ、私のデビルイヤーを舐めないでよね。はい、そのままデビルウィングで空を飛んでいってほしいよ。家をピカピカにしておかないと。リョウ君、晩ご飯は何がいいかしら。はい、ちょっと待って、明らかにテンションが変わってないか。だって男の友達とエッチなアニメを見ると思っていたわ。私も総領枠の男性向けアニメでも見るのかと思ってた違うわ。未来のお姉ちゃんになるかもしれない人には会って、はい、ぜひとも親交を深めておかないといけないね。お前今日は昼から部活だろうが。中止になったよ。え、マジか。と、よしっと。母さん何してるんだ。今日昼の予定をキャンセルしておいたわ。友達に息子の女友達が来るから延期できないって送ったら即答で OK って来たから私も家にいるわおいおい、母親も妹も父親もいないと思っていたのに。出張中の父さん以外全員いる。父さんには夕方にテレビ電話で通話しようかしら。うん、もうこれ以上増やさないで。家族全員でお出迎えしなくて大丈夫かしら。母さん。何？あまり子供の友達に親が干渉すると変な家だと思われて、お兄ちゃんがまたぼっちになっちゃうよ。すごく広いことをさらっと言われた気がするが、魔法にしては気の利いたアシストだ。確かにそうね。だから挨拶だけして、うん、隣の部屋で聞いていようよ。なんならオンライン通話でカメラオンにしたパソコンを置いておけば見られるし。はい、おいお兄ちゃん、リビングではイチャイチャしないでね。さすがに気まずいから自分の部屋でやってね。カンノは友達だって言ってるだろう。いやーすごいな本当に。これ普通に接してもらうように、説得するのに30分かかった。カンノを呼ぶ時点でもっと予防線を張っとくべきだった。うん。さあまた駅前ですけども、休日の駅前となると観光客で少し人が多くなるが、多く感じるが、観光客といってもお年寄りが多いので、にぎわっているというより団体行動をしている人の群れが定期的に駅から出てバスに乗り込んでいっているというのが正しい。うん。時間前に来たが、約束の相手は自分よりも早く着いていた。菅野さん、はい。ボス。うん。お、長谷部か。時間通りだな。はい。待たせたか。いや、本屋に寄るついでに少し早く出たので時間前に着いただけだ。まあまた私服姿ですね、菅野さん。はい。そうか。なんだろうか、少し恥ずかしい。カップルの定番の待ち合わせトークをしてしまった気がする。どうした？いや、なんでもない。長谷部の家ってここから近いのか？あ、少し入ったところだ。駅近いっていいな。学校からは遠いけどな。菅野は学校側だろう。徒歩5分だ。はい、近いですね。そっちの方が羨ましいよ。こっちは20分以上歩いてやっと着くから早く起きないといけないし、学校に着くだけで体力が削られているよ。学校以外は温泉街が近いってだけで何もないけどな。うん、まあ確かに学校の付近には温泉街があるが、マーチヘアと雑貨屋以外か、寂れた定食屋くらいでコンビニすらない。スーパーへ買い物に行くためにも、基本車や自転車で駅前に出てくる必要がある。とりあえず行くか。あ、うん。さあさあさあ。はい、ただいま。お邪魔します。恐る恐る玄関とリビングのドアを開くが、いつも通りの風景だった。お帰りなさい。菅野さんね、りょうくんから聞いているわ。はい。いや、さすがにジャージは着替えたらしいがさっき言ってましたもんね。すいません、休みの日にお邪魔して。うん、いいのよ、ゆっくりしていってね。あ、これ皆さんで食べてください。はい、さっきから菅野が持っていた紙袋を母さんに渡す。
おかしい、予想していた展開と違う。母親もカンノも至ってまともな対応をしている。母さん、夕飯の準備までは部屋で本読んでいるから、何かあったら読んでね。あと、お菓子とか買ってあるから勝手に食べていいわよ。ああ、ありがとう。さっきまでの破天荒なテンションどこに行ったんだ。あ、お兄ちゃん、おかえり。はい、ああ、ただいま、マイシスター。カンノさんですね。はじめまして、妹のマホです。あ、カンノユキノです。マホちゃんもお休みの日にお邪魔して。いえ、兄がお世話になっていますので、今日はゆっくりしていってください。うん、こいつは誰だ。スルーや塩対応はいつも通りだが礼儀正しく挨拶している。こんにちはとか言い出して超失礼な話とか平気でしそうなのに。ゆきのちゃんも今日は夕飯食べていくかしら。さすがにそれはご迷惑かと。全然大丈夫よ。それにお父さんが出張中で余っちゃうくらいだから。はい、私もゆきのさんとご飯食べたいな。そうなんですか。俺にアイコンタクトでどうしようと訴えかけてくる。あ、選択肢ですね。食べていけばいいんじゃないか。カンノも家にご飯あるだろうから。うん、まあ、別に断る理由ないですからね。はい、食べていけばいいんじゃないか。はい、人数が多い方が賑やかだし。お兄ちゃんにしては空気読むね。うん、マホ後で覚えておくよ。あとこいつら普通に名前呼びになってるし。じゃあお母さんには連絡しておきます。やったね。はい、なぜか妹が嬉しそうなのでよしとするか。なんだよ。長谷部がお兄ちゃんの顔をしていたからさ。なんだよそれ。うん、全く意識していなかったけど、他人から指摘されると妙に気恥ずかしい。苦手な食べ物はない？気にしないで大丈夫です。はい、こいつは噛み砕けるものであれば全部食べられるから大丈夫だぞ。長谷部は私のことを何だと思っているんだ。しかしゴムは食べられない。私はペンギン村に住んでいない。それじゃあお母さんは張り切っちゃおうかな。はい、母さんは料理が上手なんだが張り切ると大抵の場合いい方向で張り切らないので心配だ。そうだ、マホちゃん、後で一緒にアニメ見ない？はい。あ、もちろん予定がなければだけど。ないです。じゃあ決まりだね。はい、こいつそういえば学校で王子とか呼ばれていたんだっけ。男前な対応は置いといて、なんで急にそんなこと言い出したんだ。私一人っ子だから、妹とか弟とかいたら一緒に遊びたかったんだ。なるほど、へえ、意外な一面だった。うん、いつもどこか抜けている印象を受けているが、今のカンノはしっかりしたお姉さんをしていた。修学旅行のことはどうする？そんなに時間がかからないだろうし、明日でいいんじゃないか。はい、それに先に時間のかかるタスクを消化してからゆっくり楽しいことは考えたい。うん、確かにな。さあさあさあ、それからすぐにアニメ鑑賞会が始まった。結城が進めてくれたアニメは大量の人工知能兵器インセクトが自らを生み出した国を滅ぼすところから始まった。うん、隣の国は自国を守るために、一つの人種以外を劣等種として戦場に駆り出し、人権を奪い人型の兵器として扱いインセクトと戦わせていた。はい、そう、86めちゃくちゃね、話というか、うん、複雑というかね、難しいんですよ。主人公のそこで軍人をしている少女は、そんな差別が助長されている国の政治に反発して内部から変えていこうとする。はい、そうですね。そんな差別をされている人種で戦っている部隊の青年と、通信がつながってしまうことそのままだなこれはい、少女は過酷な前線の現実と自分の甘さに気づき成長していく物語である。展開も早く、少年と少女の別々の視点で交互に話が進んでいくので、中断しにくいので結局1クール丸々見切ってしまった。はい、気づけばもう18時を過ぎていた。うん、
ジークどうなるんだろう。ジーク、アリシアも間に合いそうにないし、続きが気になるね。はい、ジークというのは物語に登場する少年で、アリシアというのが少女の名前である。1クルメは少年が仲間と共に少女の後方支援を受けて前線を抜け出して敵の大規模な部隊を倒すのだが、敵の増援に囲まれてしまいに終わる。先が気になって止まらなかったな。ユカがおすすめした意味が分かったよ。はい、結構恋愛要素のあるロボットアニメかと思ってたけど全然違ったなと、そうだな。ジークとアリシアも恋愛というより信頼関係というのに近いし、差別とかバトル要素より政治的な内容が多かった気がする。うん、お兄ちゃん続き見ようよ。そろそろ夕飯にするわよ。はい、まるでタイミングを見計らったように母さんがキッチンから声をかける。しかしこのペースだと明日に見切れるけど修学旅行の話が進まないな。月曜日にすればいいじゃん。は？どうせお兄ちゃんは暇でしょ。雪乃さんは月曜日に予定あるんですか？今のところはないけど、さすがに3連休ずっといるっていうのも迷惑だろ。うちは全然大丈夫だよね母さん。いいわよ。はい、相変わらず自分のペースに巻き込むのが上手な家族だ。どうしようかな。またカンノがこちらに目で聞いてくる。結城のノルマもあるし、修学旅行のことを考えないわけにはいかないしな。はい、どちらにせよ月曜日はゲームをして過ごすか、日高あたりを誘って遊ぶか悩んでいたくらいだ。気にすななと言われても言われるかもしれないが、日高も戸松も誘いにくくなっていて、最近休日を遊ぶ相手がいなくて腐っていたのも事実だ。じゃあ3日目に修学旅行のことを決めよう。はい、やったー。でも最後は夕飯前にお暇まするよ。そうか。ああ、母さんも寂しがるだろうし。あ、そういえば母と、2人だったな。うちで夕飯食べて大丈夫なのか。それは心配ないよ。母さん交友関係は広いから、私がいないと友達と飲み歩いていたりするから。うん、カンノのコミュ力は母譲りなのだろうけど、飲み歩いているというよりは、言うのはイメージできないなと。準備できたわよ。はーい。はい、俺らが話している間に母さんが全部運んでくれたみたいだ。夕飯、あ、初めてですねこのイラスト。うん、カレーかな。よいしょ。カンノさん、はい、だいぶ 顔がね変わったような気がするけど、いや、で綺麗ですね。さあ、カレーライス。ダイニングテーブルには4人分の料理が用意されていた。カレーだ。意外とシンプルなものでびっくりした。確かに張り切るとか言い出した時は、おせち料理とか七面鳥の丸焼きとか作りそうで怖かった。大したもの出せなくてごめんなさいね。いえ、カレー大好きなので嬉しいです。私の大好物なんだよ。なんかカンノが家族と馴染みすぎて怖い。何か企んでいるのかと警戒してしまう。食べましょうか。いただきます。いただきます。いただきます。はい、心配しすぎだろうか。いただきます。母さん、カレーも母さん特製の具沢山カレーで、いつも奮発した時に出てくるメニューだ。雪乃ちゃんは結構料理作るんだ。はい、母が働いているので家に先に帰るときは私が作ります。今度私にも教えてほしい。いいよ、一緒に料理しようか。カンノ、なんだ。レンジでチンしたり鍋で温めてご飯にかけるだけは料理じゃないからな。わかってるよ。カンノが手に持ったスプーンが今にも90度に曲がりそうなくらい、くらいの力で握りしめる。長谷部は本当に失礼だな。食事中も談笑はするが平和な会話ばかりだった。やはり俺の心配しすぎなのかもしれない。家族を信用することも大切だな。ところで雪乃ちゃん、
はい。りょうくんとは付き合っているの？りょうくん、汚いよね。吹き出しましたね。はい、食べていたカレーを吹き出しかけた。長谷部とは友達？いや、協力者、共犯者、戦友、部下、スタッパ。何これ。だんだんひどい表現になっていないか。ごめんなさいね。りょうくんが女友達を連れてくるなんて珍しかったから。はい。ああ、かすみとかは？かすみさんは別だよ。あれはもう家族に近い間柄だから。しかも日高さんに取られちゃうし。取られちゃうって。やっぱりお前もかすみのことを。まあ少し複雑だったんだけどな。なわけあるか。はい、ちょっと上面白いんで、まあ少し複雑だったんだけど、何しましょうかこれ。うん、はい。まあまあまあ、親友という立場で、あ、そういう意味か。親友という立場で家族に近い存在の2人が付き合った。そのことで俺の2人への接し方はやはりいろいろ考えさせられる。うん、真面目な意味でしたねこれ。あれ？ごめんお兄ちゃん、私何も知らないで。え？そうだったのね、りょうくん。あ、二人はやっぱ勘違いしてるこれ。ちょっと待て、何か誤解するようなことを言ってしまったらしい。すまん、長谷部も複雑な心境だったんだな。はい。勘のまでもか。うん、こいつら人の話を聞くことはしないのか。母さん、進むくんと付き合った時に手放しで喜んじゃったわ。でも、りょうくんがそんなに辛い気持ちになっているなんて知らなかったわ。いやいや。ああ違う、トマツは女性として魅力的だけど恋愛対象としては考えていない。じゃあ何が複雑なの？うん、そりゃ親友3人の中で2人がカップルになったらいろいろ気を使ったりと複雑なんだよ。ああ、なるほど。はい、でやっと全員が納得してくれたみたいだ。じゃありょうくんが彼女を作って4人組になればバランスがいいんじゃない？え？ああそういう考え方もあるか。しかし母さんがなぜかそう言いながらずっと観音を見ているのが気になる。ゆきのさんは彼氏さんとかいるんですか？いないよ。うちの家族は思ったより突っ込んだ話をするな。もういいだろう。お兄ちゃんが最近女の子の友達が増えたから誰が候補なのか妹としては気になるのです。そうね、とっかえひっかえで女の子と遊ぶのはお母さんは感心しないわね。とっかえひっかえ。また新しい誤解を与える。でもやっぱり、うん、お兄ちゃんは黒髪ロングがタイプなんだと思ってた。だって、元カノですよね、多分。うん。真帆が言おうとした言葉は引っ込める。それは俺に対して気を使ったんだろう。はい、ごちそうさま、片付けるよ。俺は場の空気に耐えきれないのでキッチンへ行くことにする。はい、ということでちょっと今回はね、時間的にはちょうどいいのでここまでにしたいと思います。なんかあれですね、昔のそう主人公の過去が結構分かってきそうな感じがしてるんですけども、元カノについてね、やっぱり本当に気になりますよね今とにかく。はい、ということで今回はここまでにします。で、よかったらチャンネル登録、高評価、X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。